さっき良かったですよ。うん、あんな感じで歌ってくださいね。頑張ります。二人で花コンよろしくお願いします。二人でやるのなんだかんだって初めてだよ。そうですね。ちょっと私緊張しとるもん。あ、本当。うん。疲れ。言い方。あの言い方。これだったらとりあえず日本の皆さんがよく知ってるような曲ばっかりやります。はい。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、サザンの曲からやります。すごいまったりしていて、いいと思います。皆さん飲んでますか？飲んでますか？飲んでますか？ノンアルコールで。あ、ノンアルですね。あそこもノンアルコールで。まあ、許してよ。スパイクできてますね。今日はね、でもね、5組あって、あんまり喋りよったら時間なくなるんじゃないですか？まあ、ちょっといいじゃん。主催者だから主催者とかに主催者とかにやりたい方がやりたい方です。一人だけ飲んでます。私早いんでね。うん、そうですね。最初アイトロックはオリジナル中心で、さっきのセッションロックで、でこれどっちか歌謡曲という言葉はあんま好きなんですけどね。ポップミュージック日本のですね。J-POP という言葉はあんま好きなんですけど、じゃあ何やねん。まあいいか。で、ジャジーなね、今頑張ってる二人、砂原君とオタ君。で、敬愛するユニットコメディ。あ、いない。ね、あまり言うと怒られる。あ、おった。あ、コメディがゲストで。まあ、でがちょっと出てよって言っただけなんですけど、時間の都合でゲストにしようと。あ、もう言っちゃったネタごめんなさい。これもオリジナルです。私初コメディなんですよ、見るのすごい楽しみで。ね、すごいバラエティーとか、急遽集めたのに。順番的にすごく良かったじゃないですか。うん、出演者。私声おかまみたいじゃないですか、大丈夫。大丈夫です。喉やりましたね、私。ああ、まあいいか。歌えるからいいじゃん。朝起きたらちょっとモンタヨシノリみたいな声なかったんですけど。うるわ。やろうか。立ち直らないか。ああいう曲はしません。しませんので、ね、はい。最後までよろしくお願いします。主催者特権でやらせていただきます。ちょ、マイクの近い。あんなですよ。あ、最後までこんなですよ。大丈夫ですか？一応ここでは下は言わないようにしますから。あ、そうなん。それだけやめてください。いつも言ってるみたいじゃないですか。Try to be back to this place every day.
ありがとうございます。年のことも。よいしょ。年ですよ、結構。独身の方、独身の方。あ、ガラキです。おい、これって。これって何？え？これ、これ何？これ何？じゃあ、バチコンとか。行くよ。え、いいんですか？なんでもいいんですか？独身だ。独身でしょうね。知らんよ。やけどしても。有言実行ですよ、私。怖っ。そんな感じで。ね、これ実はあの人のバージョンね、辻彩乃さんのバージョンでして、ね、さっきおっしゃったら、奥田民生さんと一緒にやってるバージョンで、はい、それをやらせてもらいました。